ただいまの時刻が、12月24、クリスマスイブですねの、午後、10時43分、私は今自宅にいます。先日ちょっとお話しした通り、やっぱりクリスマスイブの夜、やっぱり一人というのも、まあ、いささか、まあ、心もとない気持ちがありますと。まあ、そんな中、私は、夜のね、街へと姿を消していくのでありましたということで。どうも、中継の鈴木と申します。人が出てきたら、やっぱりね、その人には肖像権というものがありますので、できるだけその人を映したくない。俺だけで完結させたい。どうも、オワコンハゲチャオ、どうも、マジブスコという家だと申します。よろしくお願いします。ちょっと待って、人めっちゃいる、マジで。でカップルいる、破壊してきていい。でカップル殺した、助けて。殺害、これって殺害予告になるんでしょうか。左手のファミマからカップルが出てきました。どうぞ、司令塔、どうぞ提督、私に攻撃する許可をください。提督、お願いします。私はあなたの指示があればいつでも攻撃ができるんです。よろしくお願いします。やれ、提督たち、やばい。ひも手の提督たちが一斉に攻撃指令を出してきた。怖すぎる。これが日本、これが24、これがクリスマスイブが与えたあまりにも辛い現実。イルミネーションがすごいな。いや、普通にコンカフェ行こっかな。自分の、今日って土曜日だよね。今日ってどう、ねえ、ちょっと、俺、やだ、ひそひそ俺が、ねえ、悪口、陰口言われてる俺、ねえ、俺こっちを映してるってどういうことかわかる。つまり、左サイドの人たちに、俺が指さして、なんか見られてて、で、何やってんだろう、あの人みたいな感じで見られてるんです。私はそれが非常に辛い。かなり辛いね、これ。あの人、何やってる人なんだろうみたいな。普通に避けて通ります、俺を。モーゼができてる。モーゼの実戒ができてる。人が俺を避けて通る。よし、人が消えた。やばい、キモいのがいるって。キモいのがいるって。本当にこんなクリスマスの夜に全身黒のさ、見てこれ、ほら俺の今日のコーデ、全身黒です。全身黒でマスクも黒、全身黒の男がブツブツ喋りながら歩いてたら、それはもう不審者以外の何事でもなくて、それが俺は非常に辛くて、だから俺は早くちょっとタクシーを捕まえたいわけでございましてね。でもね、たとい面から人がめちゃめちゃ来る。やばい、俺を狙われてる。もしかしたらでもこれが突待ちであるという可能性も一瞬考えて、名工塾、これ名門です、これ。はい、ちょっとユヒュータバレました。一旦逃げます。後ろのちょっと方がカップルに俺バレても、いいことないんで、俺殺しちゃうから、ごめん。俺違う、俺が逃げないと俺が殺しちゃうんだ、これ。ごめんね。違う、みんなのさ、カップルのことを思って俺やってる、マジで。もうやばいよ、だってバレたんだもん、しょうがないじゃん。サイゼリアです、どうも。違う、これは俺が逃げたんじゃなくて、距離を取らないと俺の前に入ってしまうから、やっぱりカップルを守った俺が今こうしてな。これ抱き枕みたいなのもあって、見てこれ、うわ、これもう何もつけない。おっぱい丸出し、これ、うわ、これおっぱい丸出しだよ、これ。うぅ、俺何やってんだ、マジで。どうしよう、これ以上俺を死にたくさせないで、マジで。なんで俺はこれ以上惨めな気持ちで。くそ、うわぁ、なんかエロゲのポスターに囲まれてる俺、クリスマスの夜に。俺は何なんだ、俺は一体。すごい、俺ここで死のうかな、どうしよう。俺ここで死のうかな、マジで。つれえよ、俺マジで。何なんだよ。